はい、渡辺舞推しです。今回はね、ハンドガン、マーシャル16、ダークマター迷彩解説の実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。まずね、各迷彩の解除条件ね、軽く紹介したいと思います。マーシャル16でヘッドショット勲章5回から100回まであるんでね、この100回獲得でこっから解除されてでチャレンジできるようにします。マーシャル16でロングショット勲章を10回獲得するでアルデント迷彩が解除されます。でアタッチメントなしのマーシャル16で50キルするとこのブリント迷彩がね解除されます。でマーシャル16で50キルするパーク禁止でこのブリーズ迷彩解除されます。でマーシャル16のみでエイム中に2連続キルする ×5 でバトル迷彩が解除されます。でやっぱ一番難しいのはこれ、死なずにマーシャル16のみで5キルする ×5 スチールを5回やるとこのカメレオン迷彩が解除されます。でもねこのマーシャル16に関してはこの死なずにマーシャル16のみで5キルする ×5 カメレオン迷彩のチャレンジよりこれがちょっと難しいかもしれないね。これアルデント迷彩、マーシャル16のマーシャル16でロングショット勲章を10回獲得する、結構これ手間かかると思うんだけどね、うん、このカメロン迷彩結構早かったんでね、うん、これはもう簡単なんで100キルすればいいんで、ただね、ただあとロングショットは難しいんでね、これロングショットの場合だとねこれで2種類カスタムに組み合わせてるんだけど、マーシャル16をこれは片手持ちはこのロングショット、あのサイトなしでもできると思うんだけど、ロングショットでもできればあった方がいいんでね、まあこれリフレックスか EL をお好みでね設定して、でアタッチメントをクイックレーザーファストマグとかね、まあどれでもいいんでね、まあやりやすいやつ、サプレッサーでも使わないな、でもサプレッサーこれ通常は他の武器だったのサプレッサー組み合わせると射程距離短くなるんだけど、マーシャル16もともと射程距離が短いんでサプレッサー組み合わせても、うん、射程距離は低くならないみたいでね、うん、でレーザーファストマグでよくやってたのかな、クイックとかね、まあ交互に使い分けてやってたんだけど、でロングバレルは絶対必須なんで射程距離を延長するんでね、このロングバレルはこれで50キルすると、あ、10キルか。ロングショット勲章を10回獲得すると、これ、アルデント迷彩解除されるんでね。で、カメレオン迷彩の場合だと、カメレオン迷彩は、これで、まあ、両方でやってただけどね、フリーフォールとチームデスマッチ、それぞれコンバインで、スチール1回ずつやって、で、このマーシャル16、のデュアルでブリーチの例の角待ちキョンポイントでスチール2回やって、それでこれで4回で、最後はコンバインのフリーフォールで、この片手持ちでもやってたんだけどちょっと急遽切り替えてこのデュアルの方に切り替えて、最後もうすでにアップ済みなんだけどこのデュアルでスチール1回やってね、カメレオンゴールドダイヤモンドダークマター迷彩まで解除したんだけどね。でカスタム構成はこれがいいと思うんでね、第6巻オーバークロックハードワイヤーブラストサプレッサーデッドサイレンスね、で念のためこのメインウェポンも持たせて、まあ好きな武器ね、うん、カメレオン迷彩ね解除してるんだけどこれね、で死なずにマーシャル16のみで5キルする ×5 でカメレオン迷彩ね解除できました。でマーシャル16の全迷彩をアンロックしたのでゴールド迷彩ね解除できました。でハンドガンの全ゴールドアンロックするでダイヤモンド迷彩もね解除できました。で念願のねダークマター迷彩もね解除できました。全武器のダイヤモンド迷彩を入手しダークマターを獲得するでねダークマター迷彩を解除しました。うん、かっこいいですねやっぱりねダークマター迷彩ね、うん、目立ってこのダークマター迷彩があれば他の迷彩いらないって感じするんだけど、でも他の武器もあっ
たらあったで嬉しいんでね、やっぱダークマターメーサー一番かっこいいね、やっぱりね、チャレンジ全て終わらしたっていう証なんでね、これね、達成感あるね、やっぱりね、もう全ても終わってるんでね、もう新武器自分は 5つあるんだけど、このハンドガンのマーシャル16に近接攻撃、レンチ、ナックルダスター、ヒューリーソードで、スペシャルの NX シャドウ、クロー、クロスボウ、5種類、1、2、3、4、5種類あるんだけど、もうすべてね、ダークマター目線解除したんでね、あとも新武器が追加されれば、またやっていくんだけどね、武器のレベル上げとか、新武器、武器レベル上げとか、あと、武器迷彩チャレンジとかもやって、ダークマター迷彩解除していくんだけどね。で、現在ね、5月6日金曜日なんだけど、5月7日 AM 2時から、ダブル暗号、念願のダブル暗号キーがね、実施されるんでね、5月11日火曜日、あ、5月10日だな、5月10日、火曜日の AM2 時までね、約3日間ぐらいかな、土日月3日間ぐらいね、4日間ぐらいかな。なのでね、ちょっと多めにできるだけ多くプレイして暗号機を多く貯めてね、新武器がちょっと出せるようにね、頑張っていきたいと思います。ちょっと武器のガンスミスからちょっとダークマター迷彩にしてマーシャル16ね、で、アタッチメントはデュアルで、デュアルの方がやっぱりかっこいいんだよね。で、これで、ちょっとペイントちょっと変えていこうかな。48の文字がちょっと黒いんで、白に変えた方がいいんで、ダークマター迷彩にするとちょっと、黒文字だとちょっと目立たないんで、白に変えて、で、これでセーブして、もう一回ちょっとガンスミスからやらないといけないんだけどね。あ、そっかそっか。ちょっと、反対側もちょっとやってるんで、そういえば。あれだな。そういや。で、これね。あ、反対やってないんだ。ちょっと反対もいいわ、もう。反対やってなかったんだ。以上にしたいと思います。はい、今回はね、ハンドガンマーシャル16のダークマター迷彩解説の実況をやっていきました。あとよろしければね、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。